わかってるだろうが、このゲームはフィクションだ。実在する人物団体事件とは一切関係ねえ。一つ、プレイするときは健康のため1時間ごとに約15分の休憩を取ること。一つ、疲れているとき、睡眠不足のときはプレイを避けること。一つ、プレイするときは部屋を明るくしてなるべくテレビから離れること。一つ、強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す映像を見て一時的に筋肉の痙攣や意識喪失等の症状を起こした経験のある者は事前に医師と相談すること。一つ、最後までこのゲームをやり遂げること。完全監修、元宮博。矢島金太郎、高橋克典。総監督、深木健。男の生き方、伝承。サラリーマン金太郎、ザ・ゲーム。このゲームは社長を目指すことが目的だ。しかし、ただ社長を目指すんじゃなく、どんな困難にもめげずに正々堂々と男らしく乗り越えていくことが求められる。では手始めに、お前がサラリーマン金太郎をどれだけ知っているか試してやる。準備はできているか？大した自信だな。俺はお前を一人前に育て上げる覚悟だ。俺のやり方は半端じゃねえぞ。おめえも覚悟しておけ。そうだ、その要領で答えろ。ただしノロノロ答えんじゃねえぞ。バカ野郎、てめえそんな問題で間違えてんじゃねえ。ところで、俺は見た目の通り親父だが、あんたは何歳なんだ？あんただよ、モニターの前のお前さんだよ。人生の分かれ目だな。勝ち組になれるようがむしゃらに働け。
金太郎は恋していた。目が不自由ながら施設で一生懸命働く明美という女性に、二人は付き合い始めた。周りの仲間も明美を受け入れ祝福していた。しかし順風満帆な日々も長くは続かなかった。ある日、明美が何者かに暴行を受けてしまったのだ。心も体も傷ついた明美はもはや抜け殻であった。生きる力を失った明美に再び力を取り戻させようと、金太郎は明美の退院当日、入院先の病院へ向かったのであった。乗れ、明美。腐った面してんじゃねえよ。俺の後ろに乗れ。行くぞ。道を開けろ。邪魔するんなら俺がこの手でぶち殺す。ここを抜けたって、蔵前橋でマッポがゴサゴサ待ってんぜ。関係ねえ。矢島さん、勘弁してくれ。俺たちなんだ。あんたの女をやったのは俺たちだ。あんたの女だと知って襲ったんだ。そんなことはまるっきり関係ねえ。何がどうあろうが俺が明美に惚れてることは変わりやしねえ。俺の女はこいつ一人だ。こんなこっちゃねえんだ。てめえらにはっきり言っておく。よく聞いとけ。俺たちはがんじがらめに縛られて生きてる。何の特権もねえゴミだ。今日の走りをてめえら忘れんじゃねえぞ。どんなに縛られて生きようが、クソ扱いされようが、人間が生きるっちゅうことはこんなに熱いんだよ。なめるな、バカ野郎。一隻の釣り船が漂流しているのを発見した金太郎は救出するべく泳ぎ始めた。ひたすらひたすら、なんと7時間もの間泳ぎ続けた。そうして助け出したのが一流企業大和建設の会長、大和森之助であった。命を助けられた大和森之助はこの笑顔に惚れ込み、金太郎の願いを聞き入れ、自らの会社である大和建設に入社させたのであった。俺一度やってみてと思ってたんだ、サラリーマンってやつを。第1話、金太郎上京する。金太郎、
なんだったら龍太は置いていけ。お前が一人前になるまで俺が育ててやるがよ。いや、励みと約束したんだ。龍は俺を育てるから安心しろってな。行ってくんからよ。あぐみの墓よろしく頼む。課長、もう一軒行きましょうよ。よし行くぞ、パートラー。うわ、なんだこら。まったく近頃のガキども悪いぎよ。課長、あ、目が。警察だ、石井君、警察を。はい。呼べや。その前にこのおっさん腕の一本はなくなんぜ。勘弁してくれ。私が悪かった。この通りだ。おっさんよ、俺はデッキレなんだ。てめえらみたいなサラリーマン野郎がよ、匂い嗅いだだけでヘドが出るぜ。いい加減にしろ。しつけんだよてめえら。女の腐った野郎みたいな締め方しやがって。いいのか兄さん、くちばし突っ込んで。やめろっつったんだよ。こういう時はしかとこいてる方が利口だぜ。横から口出すのが一番の大馬鹿よ。教頭だ、おら。サラリーマンをなめんじゃねえよ。よっしゃ。てめえ、あきゃ。あきゃ。助けて、すいませんでした。勘弁してください。矢島金太郎。お前らも不良なら聞いたことあんだろう。え？あの伝説のハッシュのヘッド、矢島の金ちゃん、あの人が。早いとこ詫び入れてよかったぜ。もうちっと血が上がりゃ殺されてたよ、お前ら。見逃してやる。とっとと散れ。すいません。金太郎、女房の実家で漁師やってんじゃなかったのか。
何を寝ぼけて戻ってきやがった。窮地である明智との再会、金太郎はそのまま警察で一夜を過ごすこととなった。一夜明け、昔の仲間が金太郎の晴れの門出を祝福しようと大和建設前に集まる中、金太郎はなんとパトカーで初出社してきたのであった。よーサム、おっす三岡、変わらねえな。おっす松田もいるじゃねえか。おっす。よく来てくれた。俺は一生マブダチだ。よっしゃ。本社へ入社した金太郎は庶務課に配属された。その金太郎に与えられた最初の仕事は鉛筆削りであった。来る日も来る日も鉛筆を削らされるだけの毎日であったが、金太郎は不満一つ漏らさず仕事をこなしていった。毎日ひたすら鉛筆削りに精進する一方で、その厳しさから社内で最も恐れられている役員の一人である黒川専務にも決して物怖じせず、自分の意見をはっきり言う金太郎のまっすぐな心に、次第に周囲も金太郎を認め、そして惹かれ始めていくのだった。そんなある日、金太郎がマジ切れしてしまう事件が起きたのであった。この次は計画診断テストよ。頑張ってね。性格診断テスト。いらっしゃい。今日はあなたに性格診断テストをやってもらうわ。質問に対して思ったことを素直に答えてね。お疲れ様。少しは息抜きできたかしら。あなたが社長に多い血液型ってのがあるらしいのだが、金太郎、お前の血液型は何型だ？
リーダーに多いタイプだな。芯が強く多くを語らずして周囲の理解を得られるだろう。勝負どころでは勝利への裏付けがないと納得できないタイプ。優柔不断に思われがち。いらっしゃい。まだまだ先は長いんだから無理しないでね。これまでの出来事を忘れないうちに私に話してくれる？